うちは、この年明けてからが、今までの、流れから大きく一つ転換期になってまして、新しい、焙煎機を入れたわけですね。でそれが全てにつながっていきますので、まあ、味が変わるっていうことと生産量が増えるっていう。でそれをきっかけにして何をやりたいかっていうと、要するに地域戦略を強く推し進めるために新しい焙煎機でそれを入れて、まあ男は新しい機械が入るとおもちゃみたいなほっといても楽しいんですけど、自分だけ楽しんでてもしょうがないお客さんに、キャンペーンをまず、1月半ばから2月半ばまで、普段だと、セットでプラス525円になる特別なものもその525円なしで、何を選んでも1550円均一になるっていうキャンペーンですね。でこれがまあ当たり前ですけど、すごく、受けて、でさらに、一月じゃ申し訳ないっていうことでもう一月伸ばしたんですね。でこれもお客さんすごい喜ばれて、結果として、大体削体で 30% ぐらい伸びて、まあよかったよかったで、それに並行して、B2B の卸の準備をしました。これは、まあ昨年からポツポツ皆さんにもお話ししてましたが、一番考えてるのはその卸先が露出先ってことです。まあ、もうここ何年か一番親しくしているフレンチのレストランでずっとやってきて、そこはお互いのお客さんをこうがお互いのお店に行ってるっていういい流れになってるんですけど、今の露出先が B2B の販売先っていうのは実際も使っていただいたお客さんで、そこで他の方もこう坂本さんのところのコーヒーを味わっていただけるという、そんな意味があるんですね。そうですね。例えばカフェとかレストランでうちのコーヒー使ってもらうと、そこでうちのことを知るわけです、うん、でそういうお店を千葉市内で、特に、まあ、そこでどこでもいいわけじゃないので頑張っているとかやる気のある個人店ですね、そういうところにうちのコーヒーを使ってもらえるようにすると、そこのそれぞれの頑張ってるお店に来てるお客さんにうちが知られていく。なんか露出とかこうやらってもらうんですか。いやいや、やらなくても飲めば、それでじゃあお店の人に言ってもらう。そう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 。だからある意味では販売代理店みたいなもんですよね、うん、そうですね。だから販売先が出るんですよね。まあそれぞれのお店の、やる気次第で高い豆とかオリジナルのブレンドを作っても全然値上げしないで普通一番卸の最低の価格でやっていこうと、それが今一番考えている地域戦略の、まあ、地域戦略でずっとコア広告やったり、攻撃教室やったりいろいろやってきて、それも確かに効果が上がってきて手応え感じてるんですが、さらにそこに、そうすると、まあ、お客さんに言われるのは家で飲むにはいいんだけど、外へ行くと、なるほどね、っていう不満はもう、まあ、昔からなんですけど、また最近よく聞くんですよね。そう、そういう頑張ってるお店に美味しいコーヒーをうちのコーヒー使ってもらえば、お客さんも喜ぶし、お店も今の時代厳しい時代で個人店で、ね、その店の魅力を少しでも支えることができたら、お店にとってしかもそれが特別な豆だからといって高い値段じゃなくて使えれば、そのお店にとっても役に立てるだろうし、で結果として、地域でうちの豆を使っている店が増えると
戦略で輸出していくと。これはあのお客さんの本業に役に立つよね、武田先生のね、顧客対策そのもの、はい、3番目のステップ、上段のステップになりますよね、はい、その辺は皆さんのね、あの B2B の仕事してる人たちの話いろいろ聞いてて、だいぶヒントになってますね。それと今あの言われた、地域戦略ということを言われたんですが、はい、皆さんに何度か言いましたように、1位3倍の法則ですね。でどこで1位作るかというと、主に地域が客層なんですね。でその密度を高めれば高まるほどどうなるかというと、まあ、リターンというか回収が多くなってくるということですし。